さったらとも逃がすな。はい、皆さんこんばんは。今日の映画はすごいアクション映画ですよ。さあ今日の映画見てますと、この一発新兵器をぶっ放すと相手が溶けて流れるという怖い怖い新兵器が登場しますよ。さあこの映画の新兵器、この映画の原名ですね、ライトブラストというんです。ライトブラストと言いますと一瞬の突風です、光の突風ですね。けどこれがこの新兵器の名前になってるんですね。さあこの新兵器でこの犯人は世界を支配しようとしてるんですね。そういう野心持ってるんですね。場所はサンフランシスコ、そしてサンフランシスコのある汚い車庫、倉庫ですね。そこでまず何とも知れん怖い事件が起こります。びっくり仰天の事件です。そういうわけでこの犯人は市長を揺すってるんですね。500万ドル出せ。そこで市長困っちゃった。さあそれでベンとロンという鬼刑事、これを対決させるんですね。さあこの辺りからいよいよこの映画はアクションものになります。けど怖いのはその新兵器でバーンってやられた時のグロテスクな死に方ですね。さあここでこの映画は場所がサンフランシスコ。さあこのカーチェイス、最後はいよいよカーチェイス、カーチェイス、車の追っかけ、車の追っかけ、ここは1分、2分、3分、まだ追っかけ、まだ追っかけ、4分、まだ追っかけ。皆さんご覧になってると呼吸が止まりますよ。サンフランシスコのこの追っかけ、ちょっと見てますとスティーブ・マッキンのあのブリッド、あれを思わせますね。そういうのこれは完璧なのアクション映画です。さあ皆さん今日は本当に息を飲んでこのアクションもの見てくださいね。でこの映画の主役がエリック・エストラーダなんですね。どっかご覧になった顔でしょ。はい、テレビで人気者でしたね。さあそれでこの映画の監督ですけど、この映画の監督はエンゾ・ジ・カセラーリというんですね。さあこの名前も珍しいですね。イタリア系ですね。はい、この映画はイタリアとアメリカの合作の1985年度の新作品です。さあ皆さんこれは日本で未公開、皆さん今晩初めてご覧になるんですよ。どうかしっかりこのアクションもんと皆さんも対決してくださいね。それではまた後でお会いしましょう。はい、いかがでしたか。今日の映画の監督ね、
ちょっと名前面白いですね。エンゾージ・カセラーリと言いますね。ちょっと覚えにくいんだ。エンゾージ・カセラーリ、七国とかあるいはスピルバーグみたいな名前じゃないんですね。どうしようと思いますけど、こういう時に私はエンゾージ・カセラーリを日本のエンゾーさんがじっとカステラを食べたがって見てるというふうに頭を入れたら、エンゾー・ジ・カステラーリがいっぺんに頭に入っちゃうんですね。そういうわけで、まあメキシコなんかの映画見てますと、ゴンザレス・ゴンザレスなんていう名前があるんですね。あんなの覚えにくいけど、ああいう時にも日本のゴンザバロ・ゴンザバロと考えたらすぐ頭に入るんですね。そういうふうに、まあ、頭の中に入れる工夫、これは私の一つの仕事ですね。それで外国映画初めて日本に来た時、1896年です。これ覚えにくい、1896年。けどこれも、いや苦労が来たな、いや苦労だなと思うと、1896年がいっぺんに頭入るんですね。で、今日の映画のこの原名ですね。原名はこれライトブラストですね。で、ライトブラストといったら光の旋風ですね。ところが日本の題名変えましたね。キラーコップにしましたね。キラーコップ、まあ大胆な題名にしましたね。けどついこの間ベバリーヒルズコップがあったでしょ。ベバリーヒルズコップ、あれきっと皆さんご覧になってると思って、大胆にキラーコップとお付けになったんですね。このコップというのは警官ですね、おまわりですね。そういうわけで今日は本当にまあ敵に対して立派な殺しのおまわりだという題名ですね。まあ題名、そういうものも勉強の仕方がありますけど、それよりもまず英語の勉強、外国の勉強、コップだとかあるいはそういう勉強ができることがやっぱり映画の一つの強みですね。楽しみですね。死とロマンが隣り合わせた大自然サハラ。父の意志を受け継ぎレースに挑む一人の美女。しかしその行く手には数々の困難が待ち受けていた。砂漠の王子との出会い、いつしか恋に落ちてゆく二人、美少女から美女へ、ブルックシールズの大ロマン、サハラ。魔のバミューダ海域といわれるフロリダ沖のバハマ諸島、そこで起こる数々の失踪事件、原因を究明すべく現地へ飛ぶ一人の記者。しかし彼が見たものは恐るべき事実だった。アイランド、ニューヨーク、エスカレートする悪、警察は当てにはならない。妻を、娘を、そして友を失った男の怒りが爆発する。チャールズ・ブロンソンが送るハードボイルドアクション、スーパーマグナム。2001年、地球は沈むことなく、月にはステーションが。宇宙に出現する謎の物体。SF 史上最高傑作、スタンリー・キューブリック監督。2001年、宇宙の旅。特攻野郎 A チーム。今回の任務は、連れ去られた一人の美女を救出。地中海を舞台に暴れ回る彼らの行く手には恐るべき敵が立ちはだかる。息もつかせぬスーパーアクション、特攻野郎 A チーム、地中海殴り込み大作戦。はい、このように続々と注目の作品が参りますよ。どうかご期待くださいね。それではさよなら、さよなら、さよなら。